中共当局は先日2万社以上の中国企業が海外投資をしているが90%以上が赤字だと認めましたこれについて経済学者は国有企業の海外投資はほとんどが失敗している一方民間企業は逆に大多数が成功していると指摘しました一体なぜこれほど明暗がはっきり分かれたのでしょうか大陸の 経済貿易促進会の王文理副会長は先日、中国企業はアメリカだけでも800億ドル程度の投資をしていると語りました。投資はパソコン風力発電プロジェクト、機械、不動産など幅広いジャンルに及びます。そのうち約200億ドルは不動産に投じられました。ところで、中国企業が海外投資で失敗する点について、メディアや学者から様々な意見が出ています。 例えば政治体制が違うので社会全体の経済モデルも異なる。労働組合の役割を含めて企業運営の理念がかなり違う。中国企業の環境保護基準が低すぎるため追加投資しても利益につながらない。欧米の成熟した市場経済は中国国営企業の独占行為に反対する。 因为文化环境、制度都不一样，这个是普遍问题嘛。也不能说百分之百都失败，私人资本投资成功的占多数啊。赔钱主要是国企，他们花别人的钱不在乎，所以就赔了嘛。这个百分之九十是指的国企，私企大概是相反，百分之九十都成功。世界最大的投资银行 Goldman Sachs 的罗伊德·布兰克·费恩 CEO 啊，以前。 中国からの投資は民間企業と国営企業で分ける必要があるとはっきり指摘しました。中国の国営企業が投資や企業買収をする際、アメリカ側は国の安全面だけでなく、彼らの行為がビジネスのためか、それとも国のためかを考慮する必要があります。また、国営企業はすべて中共当局に支配されているので、アメリカの独占禁止法の規制を受けねばなりません。 官方的企业，它在海外的运作方式跟国内是差不了多少的，基本上还是一个集权的制度下的官办企业的运作方式，它的决策很多过程并不是跟国外的这种企业管理方式接轨，这个就造成他对市场的敏感度及整个的营销过程、对顾客的服务过程都是差一些。大陸メディアは去年、中国は海外の鉱物資源への投資で。 8割は失敗していると報道しました。例えば、オーストラリアは鉱物資源大国ですが、中国は去年上半期、オーストラリアの鉱物資源への投資が過去最低となりました。中国工業連合会のプロジェクト責任者は、カリウム塩と鉄鋼の投資において、中国はほとんど成功していないと明かしました。中国工業連合会は報告書でも、この方面の投資は、 減少傾向にあると指摘しています。その一方で中国の民間企業は相次いで世界のビジネス部隊に登場しています。山東省の民間企業、玉鋼加工集団は今年7月下旬、18億5000万ドルを投資し、アメリカに世界規模のメタノール生産工場を建設すると発表しました。アメリカには天然ガス資源が豊富にあり、しかも

ある大陸の経済学者はかなり以前に国有企業が海外投資に失敗する原因を次のように分析しました「海外の環境を理解せず考察もあまりしないで盲目的にプロジェクトを立ち上げ投資をしている自分の企業の実情を無視していつも現地のトップ企業と競争したがるため強みを生かせず弱みもカバーできない現地市場が求める人材に欠けている」 経営管理が完全に市場化できておらず、半ば政府状態である。分配が不公平で、監督機能も十分に働いていない。よからの意図で国の資産を移転している。海外に長年住むコさんの夫は、北京大学の外国語学科を卒業後、大使館で働いた後、国営企業の海外事業所で働いていました。仕事はすべて国内からの指示に従う上、 大陸から交換や企業の幹部が来れば手元の仕事を放り出して全力で接待をしたそうです。新東人テレビがお伝えしました。